今日のイカれた偉人は徳川家康。征夷大将軍となり江戸幕府を開いたことで有名な家康ですが、実は29歳の時を漏らしています。家康は29歳の時、三方ヶ原の戦いで武田軍と戦う羽目になります。相手は戦国最強の武田軍。当然勝てるわけもなく、家康は逃げ回り、なんと恐怖で〇を漏らしてしまいます。なんとか城に帰ると家臣から、殿漏らしましたね、なんと情けないと言われたが、家康はこれは非常食の味噌じゃと言ってごまかしますが、さすがに無理がありますね。しかし家康はこの時の情けない顔と姿を絵に描き残し、自分への戒めとし、その後クソ頑張って将軍になります。皆さんも漏らしすぎにはご注意を。ではまた。